ラケットインプレッションです。じゃあご協力いただきます。はい、はい、クレレンジのアテニスの杉原です。よろしくお願いします。もう一回行こうか。はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、お願いします。クレルインドアテニスの村本です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、クレルインドアテニスの杉原です。よろしくお願いします。何で前でよろしくお願いします。何で前でと。はい、お願いします。はい、ウルソン部長です。よろしくお願いします。こういうのになっちゃった。よろしくお願いします。はい、先日そうですね、はい、この、はい、ウルトラできるラケットはいです。これの本ちゃんデザインがこちらになります。はい、いい黒、シルバー、ブルーというところの3色使いになっております。はい、はい、で今回は全てグロスでピカピカした感じですね、はいはい、このラケットはどういうふうに作りたかったかといいますと、とにかく柔らかいフィーリングなのにコントロールできるラケットっていうのを目指して作ってきました。でそのゴールっていうのはクラッシュもやっぱり柔らかくてコントロールできるラケット、パワーもあるラケットということで紹介してきてたんですけども、ただクラッシュはとにかくフレームがしなる、だけどもブレないのでコントロールができるラケットでした。このウルトラに関してはブレないということは一緒なんですけども、柔らかさはしなりではなく、とにかくストリングスのたわみを最大限にしようということで柔らかさを出したラケットです。で、今日お持ちしているのが実はこれ5種類あるんですけども、全く同じスペックなんですけども、ストリングスパターンだけ S ラケパターンにしたスピンエフェクトテクノロジー搭載ウルトラ 100S バージョン 3.0 というものを今回一緒にお持ちしています。 300g 32センチのバランス変わらず、厚みも全て一緒なんですけど、パターンだけが S ラケパターン。ちなみに締まるのとこの何でしょう、たわむのって誰か違いがあるんですか。しなるというのはフレーム自体がしなるです。たわみというのはストリングスのたわむ量です。なのでゴールは一緒なんですよ。打球感柔らかいけれどもコントロールできるラケットを作りたかった。だけどもプロセスが全く違う。クラッシュはラケットを柔らかくしました。だけどもブレない。でこのウルトラに関してはフレームはしならないです。ただストリングス面だけがたわんでくれる。そのためにストリングス長くスプリングを大きくしているということなんで、言葉にすると柔らかいフィーリングかつコントロールできるなんですけど、味はだいぶ違うかなっていうところですね。両方美味しいと思うんですけど、じゃあそこの辺の違いも含めて、はいはい、まあ、実際に打って話をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今回100で初めてナイフの単体かな、そうですね、を出していただいたんですけど、はいはい、やっぱりポリエステルとは打ってはいたものの、ナイロンで打った時の感覚としていうと、かなりよりですね、ペースのこの玉乗り感、はい、柔らかさっていうのが非常によくわかる。まあ、あとの LSD ソフトということで非常にまあ柔らかさなんか特に際立つと思うので、ラケット自体で言ったらかなりやっぱりフレームがしっかりしてる、うん、そうですね、はい、まあ、さっきお話あったらブレないとかっていう硬さの部分のメリットがあるので、はい、だからこそなんですよね、きっとね、このフェースのよりたわむっていう、この掴む感じが非常によくわかるというのは、やっぱりこのウルトラらしさというところも、それが多分前作以上にわかりやすいんじゃないかなと思います。見た目だけ見たら、なんかすごい弾いて飛びそうなんですけど、うんうん、そうですね、使ってみると、ちょっとこう押して飛ばすような感覚の方がいいのかなというところではあるので、非常にこう安定感があって、柔らかさがあってというところがわかりやすいと思います。で、100S の方で打たせていただいたんですけど、これ、100S にすると非常にやっぱり回転がかかるっていうのはもちろんなんですけど、うん、なんていうんですかね、これ今回デュオフィール、はい、まあ、ちょっとポリエステルが縦のパターンではあるんですけど、はいはい、全然硬く感じないっていうところもすごいところかなと思うんですけど、うん、ポリが入ってても、はい、まあ、S ラケのこのパターンっていうと少しやっぱりたわみももちろん大きくなる、ね、ガタの動きも大きくなるっていうところで、うん、やっぱりこの通常のタイプの NSD と比べてすぐに移行したわけですけど、そんなこう硬さも全然感じないですし、逆にこう回転のかかりやすさとか球の乗り感とかも非常に分かりやすく、はい、弾道も上げやすいっていうところもあるんで、逆にこうコントロール性をこう少し回転の方に委ねていきたいっていうのもあるのであれば、こっちの方が 100S のタイプの方が非常に振ってブンブン振って使っていく感覚でいいのかなと思います、うんうん、少し押して飛ばす感じの100と、はいはい、ちょっとまあ自分で振ってどんどん使っていきやすい 100S っていう感じなのかなという印象でした、はい、結構 S のラケットパターンと結構上に上がっちゃってこう制御しづらいっていうモデルも多分自分の中でちょっとたまにあるんですけど、
結局それが全然ないので、うん、やっぱりこうそれの部分はやっぱラケットのこの安定感っていうところで弾道のコントロールの制御が非常にしやすい。結構上がっちゃったら上がったままこうなかなか、はいはい、できるのが結構個人的にあったんですけど、今回のはちょっと上がったなと思った時次に修正するのも非常に楽だったので、うん、打っててすごい安心感もあるっていうところで 100S の方が個人的には使いやすく、はい、ウルトラ100、はい、美味しかったでしょ。3.0 非常に美味しくいただかせていただきましたよかった。あの前作の時にも私もうずっとそれこそウィルソンさんでこうお世話になってて、バーンとか、うん、まあ、あの今であればウルトラツアー 95JP ですかねのシリーズをずっと使ってたんですけど、これの前作ですかね、はい、のウルトラ100の時に一回こうスイッチしたというか、ラケット変えさせていただいて、であのダブルス編も取らせていただいたというか、まあ、非常に調子が良くてっていうところの新バージョンだったので、まあ、どうかなと思って、また私 95JP を使ってるんですけど、変わらずいいフィーリングが出せたのかなと、はい、正直なところこう合わせてこう打ってる時には非常にこうたわみですか、ガットの、うん、で40今これ46ポンドで打ってもらってるんですけど、はいはい、それ以上のなんか柔らかさを感じるような、ただ別にガットがただ緩いっていう感じではないので、そういうところでの球持ちっていうのは非常に感じられたかなと思いますし、ただ自分が実際振っていくような形で、まあ、プレーをしているので、それでこうこちらで打たせていただいた時にはどんどん振っていったんですけど、まあ、その時にもしっかりコントロールできますし、で、伝えたい力もちゃんと伝わってくれるような形だったので、ただ私前回これに変えた時にはボレーが非常に良かったっていう印象があるので、まあ、ストロークでもこんだけできる子になっているので、ちょっと上目線ですみません、なっているのであればボレーも期待かなというところで、ちょっと楽しみにしてます。はい、なので非常に打ちやすいですね。なんかあの村本さんの美味しい美味しくないがちょっと分かった気がしていて、はい、クラッシュ美味しくなかったじゃないですか。マジか。はい、そうですね。美味しくなかったさ。そうですね。風味じゃなかった。そうですね。フレームがしなるラケットはあまり美味しくないんです。そうですかね。フレームしならないラケットの方が、そうかもしれないですね。美味しいんだと思う。で、両方打球感は柔らかいはずなんですけど、そのさっき言ったしなりなのかたわみなのかということでは、たわみの方がお好きなんです。たわみ好きなんですね。はい。なので結果は美味しい方に出た。はい、これがありました。僕は。S はこれハイブリッドで貼ってもらった、はい、ビオフィールですね、はい、ハイブリッド感がなかったいい意味でですね、柔らかい感じの、はい、やっぱりフィーリングが持てたので、これハイブリッド貼ってんのかなっていう感覚で打たさせてもらったんですけど、やっぱり100に比べるとやっぱりスピンエフェクトですね、はい、非常に振ってコートに収まってくれるなっていうところで、でやっぱりまあ私もなんかこうなんだろう、 S ラケをちょっと使ってみた時もあるんですけど、やっぱりまあガットが切れちゃったりとかっていうところもあるのでっていう風なことを考えると、まあ、100っていう考えもありますし、まあ、ただあんまりガットがブチブチ切れないようであれば全然これでいいんじゃないかなっていうところで、かといってこう回転ばっかりかかっちゃうわけでもないので、自分の当て方によってはちゃんとフラットでも飛んでくれますし、あとはコントロールしやすいっていうのもやっぱりありますので、まあぜひ、まあ、普段から S ラケ使ってる方なんかはもちろんですけど、普段 S ラケじゃない方もいいんじゃないかなと思いますので、そこそこ美味しかった。これも全然美味しいです、はい、100の方が美味しい。100、いや、ぶっちゃけ楽しい、両方美味しかったですかね、今回は。い、なので、僕の美味しい基準がどうかなっていうのが本当に良かったと思います。はい、クラッシュの時は吐き出されてました。いやいや僕 100S 打たせていただいたんですけど、はい、もう最初打った時、最初の 1,2 球目で思ってたより本当にたわんで、はい、でこの S ラケの元のたわんの柔らかさもあったので、思ってたよりボールがポンと抜けてっちゃってたんですけど、はい、でその後まあちょっと調節しようかなと思ったら、このラケット独自のこの硬さと、まあ、フレームのブレなさでしっかりもう弾道がすごくコントロールしやすくて、もう次の球ぐらいにはもうある程度コントロールできるようになっていて、もう本当に全体的にコントロール本当にしやすかったっていうのが一番の印象です。で、振るときに僕結構スピンを普段よくかけるんですけど、はい、合わせるような感じでちょっと緩くかけに行っちゃうと結構弾道が高くいっちゃってて、で逆にもう思いっきりもうボールが深くてもある程度しっかり振れる方であればしっかりもう
そこの弾道はすごくコントロールしやすいのかなと思うので、続いて本領発揮の、はい、そうですね、はい、ネットプレーでより優位性を発揮する超ウルトラスペックでございますので、はい、はい、ボレーに優位性を発揮するということで、はいはい、間違いなくこう打っててラケットのこういうバタつく感じがしない、はい、もうきちっと止まってる感じ、だからもうダイレクトにボールを受けるボレーっていうところで考えたときに、やっぱりちょっと衝撃が強くてラケットが負けそうな感じがするときにも、はい、ラケットのフレームの安定性が高い硬さがあるっていうところで非常にこう、まあ、弾道も落ち着くし、はい、ラケットを押し負ける感じもしない、でもでかといって硬く感じるかと呼ばれると、やっぱりこのフェースの乗り感っていうのは、ボレーぐらい小さなラケットワークでも非常によくわかるので、本当こう自分で操作して、押して、運んで、飛ばしていく、飛ばせる。ラケットのパワーというよりは、自分の操作でしっかりとコントロールできるよっていうのが非常にわかりやすい。本当ネットプレーで優位性を発揮するってところがわかるかなというスペックだと思います。100S の方になった時には、はい、これガットの違いも多少出てくるかなと思ってはいるんですけど、はい、やっぱりこっちの方が少しボレーの時にはシャープな弾く感じというか飛ぶ感じもよく分かったかなというところなんですね、まあ、ガットがリオフィール縦にエレメントが入ってますよっていうところでもちょっとこう弾いて飛ばしてくれる感じもあるし、スライス系のタッチのこういう伸ばし方というか落ちてからのこうボールの伸びを出しやすいのはやっぱりこの S だけのパターンというのもあってか、しっかり押せる感じというのはよりこの 100S の方が分かるのかなというところもあって、ここの差は多分そのどれぐらいの回転をかけて打っていきたいかとかっていうところでボレーの方は選んでもいいのかなと思います。ただどちらにも言えるのは本当にラケットがこう負けない、ブレない安定感っていうのは前作以上によく分かる、でも硬くないんですよねっていうのがすごいところだなと思います。ウルトラ100ボレーはどんな味だったでしょうか。いや、そういうわけじゃないんですけど、正直なところ、はい、結局たわむ感覚が強すぎて、うん、まあ、私のボレーの仕方にもよるかなと思うんですけど、その持ちすぎて飛んでいかないみたいな、っていう感覚がちょっとあったので、フッキーさんもおっしゃってましたけど、こっちのディオフィールのハイブリッドのコリが絡んでる方が私的にはこう、あ、このタイミングでこうラケットからボールが離れていくっていうのが合ってたかなっていう感じがしたので、ナイロンだとちょっと柔らかすぎちゃうのかなとは思います。はい、例えばじゃあこの100にアルパーを貼ってみたら、見たらちょっと違うのかなと思うので、ぜひポリポリでこうちょっと試してみたいなっていうのと、もしナイロンを貼るんであれば、その要はラケットの性能でたわむ感覚がすごい分かるので、その分ちょっといつも柔らかく張ってる方がちょっと硬くしたら、またその弾きもちょっと変わってくるのかなと思うので、若干ごこんどとは言わないですけど、ちょっと上げてもらって張るのもいいのかなと思って、そうするとまあなんて言うんだろう、押してこう乗せて運ぶような方であれば全然こっちが気持ちいいのかなと思うんですけど、ちょっと弾いていくタイプの方なんかはナイロンナイロンだとちょっと持っちゃうので、ちょっと出ていく感覚がちょっと遅れちゃうような感じがしますかね。あの前作のウルトラの時にネットプレーが、まあ、ボレーが良かったっていうのをコメントいただいてたんですけど、今回の方はボレーネットプレーに関してはあんまり惜しくなかったってことです。いや、そんなこともないですかね。そのセッティングと、セッティングでなんとかは打ってる感覚としては悪くないので、シルバーの時に打ったやつはアルパーアルパーは、そうですよね、あの時は全然感じなかったので、あの時のは良かったですね、はい、でもこうナイロンナイロンにした時に何か出ていかないなっていう感覚があったので、あのシルバーの時の感覚でやるとあの時はもう非常に打ちやすかったので、なのでちょっとポリポリでやってみたいなっていうところで、美味しいのは間違いないです、ちょっとしたところだと思います。あとはその打っててフッキーさんもおっしゃってたように、はい、ブレないっていうところ、あの多分そこがもうちょっと違ったらもう何やっても多分ガットを変えようが硬くしようが多分ちょっと食べれないと思うんですけど、あの当たった感覚とのそのやっぱりウルトラならではのボレー感っていうのはやっぱり残ってますので、それにちょっと変えてやってみたいなっていう、もう塩一つまみぐらい入れていただいて、はい、ぜひ使ってみたいと思います。はいNFT ソフト今回貼ってるパターン、はい、これ多分一番柔らかいっていうのを実感できるセッティングだと思うので、ウィルソンの中で一番柔らかいストリングなので、はいはい、でこれで多分使ってみて、まず一番まず柔らかさを皆さんにぜひちょっと体感してほしいなと思います、うん、これだけフレームが厚くて硬そう、弾いてはいそうっていうところが逆にすごいフェースで乗るなっていう感じ、これがあのたわみですっていうのがよく分かるセッティングかなと思います。 で、ね、はい、でこれで、ね、あの村松君にも話してた使
った上で、あ、もうちょっと弾き感が欲しいなとかであればセッティングをちょっと調整する、テンション上げても石型の種類変えてもいいし、いろいろな楽しみ方がまた出てくるラケットかなと思います。そして同じスペックのこの 100S もまた、はい、このスピンエフェクトが入ってくることで感じる差も非常に面白いところだと思うので、まあ、この辺はもうどういう風にラケットに対してのニーズがあるかで選んでいただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はいはい、ちなみにあの、100S に関しては日本だけで、はいはい、発売ということになります、はい、発売は両モデルとも3月2日、はい、価格が3万2000円で、今回は前作3万4000円だったんですけど、はい、あの実はですね、今回から、まあ、環境問題等もありまして、いつもついてくるソフトケースがつかなくなります、はい、なので別売りということになりますので、価格が少し安いということも理由にあったりするんですけど、まあ、そんなことも一つあのお知らせしとかなきゃいけないなというところになりますので、はい、3月2日登場ということになります。はい、はい、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、はい、ではありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。